わ、誰？ジャパニーズマグネーズ。え、何？俺がいつも聞いてるやつ。え、ちょっと待って、え、話しかけてきなよ。何？え、話しかけた方がいいのかな。怖いな、でもちょっと怖いよ、ちょっと怖かった。でもいい人だ、そうだった、めっちゃただのファンじゃん。だってあの人たちを見て俺ピジョン行ってんだもん。金もそうなの？あの人たちが通ってるところ。え、やばいじゃん。でも本当に不良なんだよ。今ジャグラーさんとソンゴングさんっていう、あのジャパニーズマゲニーズっていうグループの方が通ったんだけど。え、どういう歌歌ってる人？あやが知ってるやつ。リラックスモクララララ心配。あとはパフパフパスだよ。わかんない。いや、お前聞いてるよ。あ、パフ、あーあーあれか、うん、とか。あの人か。そう、よく聞いてる人か。そう、めっちゃ聞いてる。めちゃくちゃ聞いてる。いけいけって言ってたよ、順平に対して。まあ、そうだよね、うん、今のみんなは伝わってないと思うけど、とんでもなく衝撃なこと起きたな。とんでもなく衝撃なこと起きてんの今。好きな人ランキングに入る？好きな人ランキング10本には必ず入るの。10本なんだ。好きなラッパーだったら、うん、ジャパニーズマゲニーズ、うん、5本に入ります。うわ、好きなラッパーの。ほん本当にすごい今の。今のすごいね。しかも順平話しかけてたじゃん。ねえ、しかもあっちからね。うん、あっちから。待ってよちょっと、孫さん。うわ、ちょっと今のすごいな、今の。しかもさ、あれでさ、今話しかけてさ、 YouTube とかに出たらさ、初じゃない？確かに。 YouTube とかに出たりするの。え、待って、今追いかけた方がいいかな。もう遅くない？もうさすがにね。もう遅いかな。もう遅いよ。もうなんですぐ追いかけなかったの。いや、ちょっと怖くて。だってまあ、ヤクザだっけ。いやいや、お父さんが、うん、お父さんが本物のヤクザ。へぇ、俺もうほんと詳しいから。あの人たちに対してすごい調べてるから。すごいじゃん。よかったね。よかった、ちょっと嬉しい。まあちょっと、まあ話それたんですけど、うん、買ってきたものもう次回忘れます、うん、ジャパマゲのことは、うん。